の回でございまして、で私がちょうど見たアニメばっかりを多分クイズにしてくださってて、さあめちゃくちゃ私博士みたいだったんだけどぜひ見てください。早いね、ありがとう。踊ってる動画ピポピポ、バンセイさん、ダイクさん、バリンチュさん、ノブシャン、オガコさん、カズノリさん、コシさん、オボバ、ありがとう。プリンアラモード、プリンアラモードってなんか久しぶりに聞く響きやね。いいね。アサミさん、アキヤン、スウェイさん、ありがとう。ジョイサウンドヒナップのアニメ知識と思わないありがとう。いや嬉しいですよね、ほんまに。そんなそんな。ローマ字ユッキーさん、マメちゃん、ありがとう。虹色さん、かわいい、ありがとう。スルメさん、カンちゃん、フジモンさん、ありがとう。髪かわいい、あそうそうそう、髪さ、このネジネジのやつです。今日はネジネジ髪型だ。マナさん、いらっしゃい。今期何作品ぐらい見てる？え、どうだろう、今期は。でもなんか全部見てないのも合わせたら結構な数かも。20くらいは見てるのかな。どうだろう、でも全部追いついてるやつは結構少ないかも。すごいな、43って。すごいですな。でも春アニメはそんなことになりそう。めっちゃ見たいのある。のびしゃん、ブレイブーさん、マンボウさん、ありがとう。秀原さん、こんばんは。ヨッシーパパさん、野良犬さん、いらっしゃい。のびしゃん、100キロありがとう。ローマ字マサさん、大文字ケンさん、ストリートくん、ありがちょ。あ、大泉さん早いこんばんは、 TKDs です。あ、思いを届けっくま。昨日すごかったね、みんなのホワイトデー、めちゃいただいたぞ。そうよ、そして地震も大丈夫でしたか？最後、配信の最後揺れて、私も揺れたんですけど、震源地の方は震度5くらいになってたんだよね。めっちゃ揺れてるやんと思って、配信終わってニュース見に行ったら。大丈夫でしたか、余震なども。まー、あ、ちゃん、むさん、ときびたさん、ありがとう。やまさん、しばさん、むらぴーさん、ありがとう。阪神優勝さん、ありがとう。おお、あまとさん、ありがとう、見てくれた。あ、そうか、次回ゴリラいや、シュールシュールな神回がとうとう来週あるんですねいや、めっちゃ面白いよ多分。いや、今週もさ、すごい新しい試みで面白いんだけど、来週さ、動物人狼っていうやつやる予定で、動物の言葉しか話せないっていう、話せないまま人狼を会議で決めるっていう、人狼をするんだけど、めっちゃシュールやて。お題はゴリラみんなゴリラになる。大将さん、フルありがとうございます。あ、そうよね、出会ってからアニメ見てくれるようになるって嬉しいよね、本当に。デパーチャーズ、もうあなたから愛されることも必要とされることもない。ほい、
しょ。うん、ヨッピーさん、かわいい、ありがとう。サトシさん、アニメはひなほさんのいや、そうだよね。というか、なんていうの、私のさ、見てるジャンルというかアニメが本当に多かったから。そうなんですよ。ドナルドさん、ありがとう、ラブレータ。 KAAA さん、こんばんは。おがこさん、ありがとう、キャンディ。ロッピーさん、いらっしゃい。ローマ字よしさん、ありがとう、今日も。あ、そうよ、みんな、明日さ、とうとう私の、新曲というか恋人になる3日前のお話がリリースされるんですけど。そうなの、ダウンロードしてね、ぜひ。赤竹で初めての曲リリースです。そう、ちょうどさ、明日16日は木梨さんのラジオもあって。そうなの、報告させていただけたら嬉しいなという感じで出演できるかはわからないんだけど、多分その場にはいると思う。木梨さんのラジオ。おさっぴーさん、かわいい、ありがとう。虹色さん、お疲れ、ありがとう。みっちゃんさん、ありがとう。まみちゃん、フロー、ありがとう。いやー、ありがとうございますアニメクイズね、楽しかったなーのアニメクイズイントロとかもさ、アニメイントロとかよくあるやん、テレビとかで。あれ参加したいな。いなっちさん、ありがとう。りゅう、ありがとう。あ、ほんと？髪型よき、嬉しい。ローマ字のまささんも、ありがとう。ヨッピーさん、ふるっ、ありがとう、今日も。そうやで、いよいよ赤竹。そうなんですよ、いよいよ。マンボウさん、あ、センパパさん、いらっしゃい。ジョイオンプでかすぎてひなほさんほとんど見てないあの動画か、わかったわかった。ジョイオンプ、そうよ、みんなが思ってるよりめっちゃでかいんだよ。ジョイオンプかわいいよね、めっちゃ。初めてオンタイムであ、そう確かに大泉さんめっちゃオンタイムだ今日。ありがとうございます。あ、よかった、よくなったんですね、お風邪も。そう、風邪ひかれてるって言われてた。よかったです、元気になった。花粉症じゃなくて風邪だったんですね。まー、あ、ちゃん、ゆっきーさん、ふるー、ありがとう。ん？やれ山で子が泣く、はい、ごめん、ちょっと三坂孫と歌うつもりだったのに、ヒューが小引き歌を歌ってしまった。ユッキーさん、風呂、ありがとう。未来へ、ほーら足元を見てごらん、これがあなたの歩む道。はい、これの季節だね、未来への。ツナフキンさん、ポポキャンディー、ありがとう。新一フロー、ありがとう、今日も。猫ぽー、いらっしゃい。ちょっと暗いか。ようちゃん、ありがとうございます。あ、あ、
そうそう、今日の服さ、こういただいたパジャマなんだけど。ありがとうございます。可愛いパジャマもらってさ、タンプレですね。来ましたよー、という、なんかめっちゃふわふわなパンダパジャマです。ありがとう、ふわふわ。やば、めっちゃ髪伸びたんだね。これ後ろにしたら全然違う。前に持ってきた、めっちゃ長い。秀幸さん、小判ありがとう。ゆっけいさん、結婚式ありがとう。スコールさん、ありがとう、髪型嬉しい。犬猫さん、ポポキャンディーありがとう。ヴァンパイアオニさん、ヒロサマーさんありがとう。あ、ジャンさん、カオレさんルームより、こんばんは。ネコッチさん、いらっしゃい。あ、大住さん、本当ですか。 LAG ギター、新しいひなほさんのインスタ更新されてて、ありがとうございます。私があのモデルをさせていただいてるそのギターのメーカーさんのインスタが新しく更新されているみたいなので、あ、どの写真だろう、見に行きたい。私もご覧ください。天月さん、グッドラックさん、いらっしゃい。おー、あー、そうなんだ、ユーニアさん、それは42はマイナスっぽいね。ローマ字ゆうたさん、カンダルさん、ありがとう。たけちゃん、結婚式ありがとうございます。めっちゃパワースポットさん、ありがとう。ローマ字よしさん、かわいい、ありがとう。ひらがなのカズさん、たかほしハートさん、ありがとう。ナノアさん、キラ100、ありがとう。ネコプ、かわいい、ありがとう。スエさん、ありがとうね、キャンディ。ベクポワさん、オーガチさん、コエポンさん、ありがとう。ボーダーさん、ありがとう、キャンディ。コシさん、かわいい、ありがとう。スコールさん、チョコキラ、ありがとう。ニットがかわいい。これニットじゃないよ。ニットではないと思う。なんだ、この素材は。なんだろうね。モコモコです。かわいい、ほんと。お、ひらがなのカズさん、ポポポポポポキャンディ、ありがとう。今日スナイデルのお洋服見に行ったら、ひなほっぽいのがいっぱいありました。いや、もう私スナイデルドタイプです、大住さん。でもそんなにないんですよ、全然。ひなほっぽいのありました。ほのぴとかも多分スナイデルとかイメージあるけど、可愛いですよね、スナイデル。ユーグレナさん、思いを、間違った、いらっしゃい。ナノハさんか、ナノハさん、思いを届けっくま、ありがとう。思いを届けっくま。海ほたるさん、可愛い。ダシャーさん、いらっしゃい、ありがとう。大垣さん、100キロありがとう。何あやたか、浅野いにおさんのデデデデなんとかという映画、楽しみだって。もうすぐ公開されるのかな。お、アムトさん、おめでとうでした、昨日。ノリフル、ありがとうございます。ねじねじかわいい、ありがとう。恋さんの配信、そうだよ、もうみんな恋さんって略してるね。もう恋さんにしよっか。ちょっとね、全部言うの長くなっちゃうからね、そのここで告知素早くするときはそうしようかな。12時、そうだね、12時になったら多分ダウンロードできるようになる。ハイドさん、若井さん、アメグマさん、ありがとう。なにまやちゃん、お疲れ様、よしんこ、辛い一日やったって。
大賀一致さんありがとう。髪型ねじねじやで。白夜さん、サカピーさんいらっしゃい。地震大丈夫だった？ネコプ本当？あ、そうや、のりさん、ワレポン、あのめちゃくちゃ久しぶりにって、あのあれだ、復活してるやつですよね。岡田さんとか出られる。やったことない私、ワレポンルール見たいなそれ。光栄さん、マシュマロありがとう。あー、ポポキャンディーありがとう。光栄さん、ポポポ嬉しい。サトシさんありがとう。ハンタ新一さんありがとう。光栄さんありがとう。キャンディダーシャーさん、キャンディありがとう。ねえアントワンヌさん、それな、私が作ったんかと思う感じだったよね。多分だけど、そのあの TikTok をに私が声真似したことあるやつとかからこうつまんでくれたのかなとかって勝手に思ってる。わからんけど。サクサクさんいらっしゃい。若いさん100キラありがとう。ダシャーさん、ポポキャンディありがとう。大文字テストさん、こんばんは、ありがとう。モッシュさん、ありがとう。キャンディ、ターコズさん、ありがとう。ルドルフさん、いらっしゃい。今日は童顔だね。そうなの？今日は童顔なのですか？私はパーツが内側に寄ってるタイプだから、あれなんだよね、メイクとかでさ結構変わるのかな。モッシュさん、ポポキャンディありがとう。ガッチョさんいらっしゃい。そうよ、みんなゴリラになれるのよ。もう見てる皆さんもゴリラになったら？ゴリラの気持ちになれば言ってることわかるかも、来週の動画。マジ来週の動画多分意味わからんかん、意味わからずにさ、なんかあの話が進んで動画が終わってる気がする。楽しみすぎるんだけど、来週のジョイサウンドの動画。カノーさん、100キラダルマありがとう。ハチスケクマさんいらっしゃい。あ、優秀なマンションだね、ブラッチ。全然揺れなかったって、マンションが吸収してくれてるって。ひなわさん、ゴリラ NG じゃないのって。え、ゴリラ、そんなね、あのなんだろう、リアルゴリはあんまり出せてないかも私。リアルゴリってどんなんって感じだけど。あ、ありがとう、ママイヤトトキくん。リリーベね、あー、片けど歌いたいもんな、リリーベしたい。マヨッチさんありがとう。キャンディ、スランプくんありがとう。早く寝なきゃ。いや、そうなんだけどさ、そう、今日さ、お昼なんかもうめちゃくちゃ、昨日も寝るの早くて、今日めっちゃゆっくり起きちゃってからに、もう全然絶対寝れんぐらい元気なんだけど、どうしよう。おひなは人からにビッグショー前の練習とかじゃなくて、ただ歌いたくて人から行くとき。え、最近はないかも。え、でも全然歌いたい時はめっちゃあるんだけど、何も理由なく人からに行くのは最近ないかもしれない。行きたいね。
スランプくん、ヤスプッチンさん、タグ JP さん、ありがとう。海道線五郎さん、ありがとう。お、ガッチョさん、ポポポポ、キャンディー、ありがとう。いちごさん、バンクーバーさん、トクトマルさん、あ、ほなのんさん、ありがとう。むねたかさん、キャンディー、りゅう、ありがとう。赤いたぬきさん、結婚して、ありがとう。ねえ、まみちゃん、アニメクイズしたいよね。ねえ、ん、もうよ届けくま、ありがとう。前に出ていけば大丈夫。勇者すぎんそれ、ブーちゃん。クーハルさん、いらっしゃい。ひらがなのヒロさん、いらっしゃい。にじいろさん、初披露だで、これ。神尾勘でさん、マーク2さん、ありがとう。おさっぴーさん、うま、ありがとう。いや、それを見た、おさむさん。激アツすぎるよねって。そう、スーパービーバーさん、Wスタジオレッド来られるんだけど、ライブで。もう目ん玉がどっか飛んでいってしまったわ。X 見て、見に行きたいな。東京にいそうだけどな。ハイドさん、お疲れ、ありがとう。スピンさん、こんばんは、ありがとうございます。今、歯のブリッジをなくして探しながら見てます。何、歯のブリッジって、初めて聞いたんだけど。なんかやばそうじゃない、それ。なくしたら、歯のブリッジでなくしちゃダメじゃない。健康だよ、私の歯は今のところ。カポさん、ありがとう。大文字テストさん、ありがとう。100キラと、のぞみさん、いらっしゃい。あ、なおさん、岩本寺行ったら登りありました。嬉しい、ずっと置いてくださってるんだ。岩本寺行ってたの、なおさん。そっか。え、この間さ、そうなの、岩本寺さんにお会いしたんですよ、めっちゃ最近。そうなの、お話ししてまた行きますという話をしてたとこです。しろしろパンダさん、パジャマも、あ、本当だ、パンダですよ今日。ひろちさん、いらっしゃい。ターさん、ありがとう。クラシャノブーさん、まゆまゆさん、ありがとうございます。あ、ゆっきーさん、ありがとうね。かわいいよこれ。おさむさん、ありがとう。ペンギン、ポト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 、ありがとう。おさむさん、まゆまゆさん、キャンディー、ありがとう。セントちゃん、いらっしゃい。トゲ、お昼は、あ、チキン南蛮食べました。お弁当。のりたま、ありがとう。キャンディー、ドナルドさん、フル、ありがとう。ジョイサウンド、あ、見てくれた、早いな、みんな、ありがとう。よしんかと、ローマ字よいさん、いいね、ありがとう。あ、もう見てくれた、インスタ。どんなやつだったんだろう。バリンチュさん、フル、ありがとう。え、わかんない、ちいかわの曲だ、聞いたらわかるのかな。ちいかわだからめちゃ有名そう。パジャマパーティーズの歌だって、かわいい。に、あやたか、久しぶり。ちょっとオーガさん、ししまるさん、いらっしゃい。のりあら、ありがとう。こうせいさん、いらっしゃい、こんばんは。ぐっちさん、ありがとう。ひろくん、100キラと、おやすみ、ありがとう。スエさん、フロー、ありがとう。あ、見てくれた、リクエスト、ギターひなほ。何、ギターひなほって。ディリリリン、
G コード C A ポロロロン。どういうこと？世界一シュールなんだけど、そのリクエスト。ブレイブさんフルありがとう。久しぶりにしっかり見たアニメ早々のフリーレンも、え、あと2話だっけ。良きアニメを見たと思っているだって。いや、良きアニメですぜ早々のフリーレン。そうなの、今あれだよな、多分試験の、あ、試験、あ、試験のとこかが終わったのかも。アブタヨさんいらっしゃい。ヨちゃんかわいい、結婚してありがとう。ヨッチさん、ヨウさんいらっしゃい。シュシマルさんありがとう。キャンディ、 M のすけさんいらっしゃい。おお、バンクバーさんお大事に。お仕事行ってきたんだね今日。お疲れ様。ねえ、すごいメンバーさんですよね、ワレポン。お、ワンガンボーイさん、どこ？太鼓の奥間、ありがとう。今日もワンダーマークさん、コーフィーさんありがとう。マダオさんいらっしゃい。あ、ワンダーさん思いを届けくま、ありがとう。今日もいらっしゃいいらっしゃい、ワンダーさん。あ、そうなんだ、ワレポン地上波の深夜に放送してた時毎回見てた、だって。今回も深夜ですよね放送。リュウフルありがとう。通勤時にすんごい坂を登るとき、生誕のアンコールが脳内ヘビロって。どういうこと、アンコール？ひなおちゃんおめでとうのやつ。そう、元気出そうやな、確かに。それ思い出したら、ひなおちゃんおめでとう。いいなぁ、菜の花畑私も行きたい。もうめっちゃ咲いてる？そうだね、愛媛もそうよ、収録で戻るから行きたいな。はやてさんいらっしゃい。経社員さんありがとう。ワンダーさん甘いよ届けくま、パタパタありがとう。宗隆さんありがとう。サイさんいらっしゃい。おお、のりさん、あ、そっか、太陽ちゃん太陽ちゃん、あさっとお誕生日、はるかちゃん行きたいな、カラオケ。生でパンダ見たこと、あるかな、あるっけな。飛べ動物園いる？パンダ。リュウ結婚してありがとう。そうだよ、今日放送割れ目でポン。ワンガンさんフォローありがとう。麻雀連盟の何切る問題、今日で終わってしまった、わかるかなって。麻雀連盟の、え、あれ終わったんですか？あのロンロンとかから出てたやつかな、あのロンロンの公式サイトとかでもずっと出てた何切るのやつ、知らなかった。それ終わったのかな。
ISM さんお疲れ様やばいってねじろさんひなおちゃんのホームだから対バンしようぜってすごすぎるよね。頑張りたいわ。でもしんちゃん、エピチさんありがとう、オカムさん、ヘニョヘニョさんありがとう、ノイチさんいらっしゃい、ローマジェマサさんありがとう、マシュマロ。おひなは民謡のイントロクイズは強いって。民謡に前奏みたいなのはないのかな。あるやつもないやつもあるかな。けど意外と難しそう、民謡のイントロクイズは。結構似てる伴奏があったりとかして、そうね、ちょっと難しそうだねでもやってみたいな一回。あとなんかその人たちによって全然演奏が違うから、尺八とか難しそう。ひめみきゃんさん、くじらさん、あとマーククジラさん、やっこんありがとう。あ、ブリッジは歯と歯の間がスカスカになってるところに歯を入れる。え、一個の歯を強化するみたいな感じかな、ちょっと厚みを増やすみたいな。初めて知った、ブリッジってやつ。なるほど、それが飛んでっちゃったんだ。でもそれ見つけてもつけれんくない。ローマジナオさん、ポポポポポポキャンディーありがとう。ローマジのナオさんありがとう、エピチさんもありがとう、キャンディー。ショーンケイさんありがとう。三味線はもう弾けないかな、中1から中3ぐらいまではやってたけど。ビッグボアさん、かわいい、ありがとう。コシさん、お風呂ありがとう。配信前にコイさん聞きたいなーだってよそ見をしたら消えてしまうと魔法にかかってしまった。はい、この後、もう1時間切りましたが、この曲配信開始です。楽しみ、ダウンロードしてね。まめまめ仙人さんいらっしゃい、カーマインさん、キミヒデさんありがとう。カリタンありがとう。キミヒデさんいらっしゃい、ゼファイブスさん、野菜炒めさん、ヤフカラホーさんありがとう、マメマメさん、マシュマロ、カーマインさんいらっしゃい、ピーナッツせんべい美味しそう、食べてるの。隊長ありがとう、キャンディ。あっ、中学校卒業式だったって今日。あ、本当、全国的にってことかな。ひなおちゃんの思い出、中学。でも中学も中3が一番なんか思い出の量は多いかも。文化祭とかで、やっぱ3年生って最後の文化祭だから、自分たちの部活とか、私は文化部だったから、文化祭こそ注目されがちなさ、部活じゃん、茶道部とかってお茶会やってたから、それも3年生最後の時はよく働いたし働いたし、あと劇、劇にも挑戦しようと思ってさ、サトウキビ畑の歌、さんまさんとかがさ主演でされとった映画あるじゃん、あれを劇でやったんですよ、全校
集会みたいな時に、それのね、そうなの、ヒロインというか仲間由紀恵さんがされとった、なんていう人だったかな、なんていう、のりこさん役をして、めっちゃ覚えてる。それは良き思い出です。千葉さん、ありがとうございます。ローマ字よしさん、フロありがとう。アニメ見なかった私にありがとう。 UFO も始まるね。いや、こちらこそありがとうね。楽しみやな UFO。 君秀さん、100キラありがとう。わ、シナモンさん、ミレイさんのライブ行ってきたんですか。めっちゃいいじゃん。当時ファーストテイクに出られてからすごく好きで、フリーレンのエンディングにもなってるの聞いてます。めっちゃワンダーさん、ちゃんとまっすぐお家帰るのよ。ベロンベロンなんだって今。しんちゃん、100キラありがとう。やっくん、小判ありがとう。やっくんありがとう。キラリンコ、ケアンズさん、こんばんは、ありがとう。あ、和歌山、あれ、パンダがいるのは上野、あ、上野動物園にしかいないの、パンダ今。和歌山のアドベンチャーワールド行ったらパンダ見れる。あれ、そうなんだ。へ、そうなの。あ、じゃあ見たことないんだ私、パンダ。ないない。カリタン、結婚してありがとう。やすすすさん、いらっしゃい、ありがとう。おかきさん、ありがとう。カリタン、ぽい、100キラありがとう。おかきさん、バラありがとう。菜の葉さん、フロありがとう。いや、それは知ってるよ。踊りわかんない。まるまるもりもりみんな食べるよ。なんだっけ、つるつるてかてか明日も晴れるかな。シャバドゥバシャバドゥバ、変わってる歌詞。ツルツルテカテカだっけ。おかきさん、こんばんありがとう。なるなりさん、いらっしゃい。あ、ポポキャンディーありがとう。今日のひのクイズまたしよう。じゃんけんで勝てないけど、いや、そうよ、まずはじゃんけんで勝ってもらわない関係、クイズ答えてもらうには。ローマ字ユータさん、ありがとう。ネコプサイリウム、ありがとう。カリタン、お風呂ありがとう。今日もな、なんと、あ、こないだブラッチ来てくださった方、あのビッグショーかな、同い年さんの、ありがとうございます。おさ、あ、間違えた、虹色さん、花束はさ、ありがとう。岩ちゃんさん、こんばんは、はじめまして。はじめましてかな。やす兄ちゃん、お疲れ様。今日は朝までかなって。いや、どうだろう、できれば寝たいけどね。やす兄ちゃん、100キラありがとう。わあ、ネコプ嬉しい。木梨の会で初めて聞いた時からずっと好きで、リリースを待ちに待ってたわ、だって。ありがとうございます。とうとうリリースです。くまけんさん、ありがとう。カリタン、レインボースター、チョコもありがとう。ローマ字のおさむさん、ありがとう。
卒業の時ボタン取られましたか？いや逆やろ取る側やろ女の子は。そんな感じのボタンじゃなかったな。しかも中学の時。カタカナのボスさんいらっしゃい。あら嬉しい、ありがとう。キラさんいらっしゃい。岩太郎さんありがとう。 AKA さん歯車ありがとう。キラさん100キラありがとう。あれドラマやったか、ドラマやった。ねえ UFO 大前ちゃんがとうとう3年生になってるんだよね。てかその実際の流れよりもさ長い期間見てるじゃん。もうだって UFO 一期始まってたのめちゃくちゃ前じゃない？6年とか7年とかもっと前なのかな。だからもう終わっちゃうっていうのがめっちゃ寂しいなと思って、きっと卒業までのお話なんだろうなって勝手に思ってるから。ユーフォニアム、あ、アマットさんすごいね、 UFO 先読みしてるんだ小説。シムさんバンジャハオありがとう。カイトさんこんばんはありがとう。あらおばば、それよかった、私のヨシンコパワーすご。ツールツールテカテカ。池上さんはじめましてありがとうございます。あ、小石さん、岡田さんが中連上がった時見てたんだ。リアタイで見たってこと？それやばいね、リアタイで見たかったな私も。あれのぶーさんいらっしゃい、こんばんは。あれすごいね、また別の25歳さん、すごすぎるね。ありがとう。なおさんフォローありがとう。ひなほクイズ第1回優勝者ですが、何かあって何かあって、あーほんまやね、あれ何の時だっけ、第1回のやつ思いついた歌。夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せたバス停の背を覗けば、へい、明日の朝は早いぞようちゃん。なおさんバラありがとう。ローマ字まこさんいらっしゃい。おーおーおー、ちゃんと帰ったかワンダーさん、おかえりなさい。よこぽんさんいらっしゃい。ぬはんまどさんかな、いらっしゃい、ありがとう。大工さん、風呂今日もありがとうね。はぁ、こんな時間。もう今日の告知はリリースだね。あと40分後ぐらいで、約40分後ぐらいに私の、所ジョージさんに作詞作曲していただいた恋人になる3日前の話がリリース開始になります。嬉しい。
もしかしたら明日の木梨さんのラジオにちょっと声が入るかもしれないけど、ぜひ聞いてくれたら嬉しいです。ダウンロードして、このあとね、多分きっと12時からダウンロードできますので。で、あの赤さんと赤竹ユニットで歌わせていただいてます。お待ちしてます。アントワヌさん、曲キラありがとう。あ、ありがとうね、聞く準備しておきますって。アサピーさん、ありがとうキャンディ。竹山メイツさん、ありがとう。おーおー、新一さん、え、過ぎてない？確定申告終わった？あれ、いつまでだっけ？ 15？ キョンシュさん、いらっしゃい。あ、ナリタマー、ありがとね、告知。そうなの、4月5月はね、会えるあのイベントありますので、そちらも要チェックでお願いします。佐野ピアノさん、宮内さん、フォングさん、いらっしゃい。ありがとう、ありがとう。あ、今日までやったか、確定申告。今日までそう、ギリギリすぎ、すごいね。今終わったら、え、提出はネットでするってこと？でも終わったならよかった。塚田隆重さん、いらっしゃい、ありがとう。タッキーさん、お疲れ様、ありがとう。は、読み切ったんじゃないか、一旦ね。シナモンさん、ありがとう。リリースイブおめでとう。本当や、イブや今日。じゃあちょっとゆっくりお供でも飲もうかしら。今日のお供、じゅじょん、ワールドトリップピーチラッシーです。美味しそう。なんかこれ昔私マンゴー味飲んだ気がするって思いながら買ったんだけど、え、わーすごい。これ写真にさ、このインドなのかな、これ、なんかラッシーの産地のなんか写真がめっちゃ綺麗なんだけど、こんな綺麗なの、行ってみたい。じゃあ飲みたいと思います。これはちょっと音鳴らなそうだな。あ、意外とすっきりめなのかな。では音もある方、今日もお疲れ様でした。乾杯。これは甘い、すごい。でも桃の味というよりかはちょっと酸味もある感じがある。ラッシーの味が強めって感じ。うん、おいしい。あの、このなんだ、とろみ系的にはすごいすっきりしてる感じ。これは甘いぞよ。昨日と一緒だね。確かに。いやでもね、昨日を超えたね、この甘さは。びっくり。かなり甘い方だと思う、これ。果汁はね、果汁は 10% 未満です。昨日よりカロリー低めですね。100ミ
ミリリットルあたり32キロらしいです。よし、これはね、こうファミマだったとも買ったの。あ、セブンかな、セブンだったかも。ラッシーわかる。私カレー屋さん行ったら絶対ラッシー頼むんだけど、あのなんとかカレーとかさ、あの専門店行ったら絶対飲む。ココイチとかもラッシーあるよね。今もあるかな。美味しいよね、めっちゃ。ビショップさん、ありがとう。昨日よりは低カロリー。昨日結構なカロリーだったよね。底辺さん、ありがとう。昨日のチョコ丸出しより甘い。え、うん、なんか昨日のはね、なんていうかチョコ感がすごく強くて、そのビターな感じもあったって感じ。ちょっとこれはもう甘さ、前回のこうフルパワーの甘さ。あきらさん、いらっしゃい。睡眠教さん、風呂ありがとう。おお、懐かしい。人のろ、わら人形と五寸釘セット、大衆結晶サービス。えい、ありがとう。安のりさん、いらっしゃい。よし、じゃあゆっくりランキング読みしていこうかな。今日は早めでしたね。よいしょ、ちょっと正座しよう。正座正座。よいしょ。おさぴーさん、サイリウム、ありがとう。サイリウム、サイリウム。底辺さん、マシュマロ、ありがとう。では今日もありがとう。13位、ひでゆきさん、よっぽん、ありがとうございます。嬉しい。今日もありがとう。12位、ピルクル、ありがとう。ピルクル、今日もありがとうね、たくさん。11位、おさむさん、ありがとう。おさむさん、わーい、たくさんいただいておりました、ありがとうございます。10位、お、ローマ字のマスさん、やった、ありがとうね、マスさん、いつもたくさんありがとうございます。9位、おさぴーさん、やっほ、ありがとう、めっちゃいただいてたよ、今日もありがとう。8位、あ、こうえいさん、ありがとう。こうえいさん、今日もたくさんありがとうございます。そしてラッキーセブン、おがこさん、ありがとう。7位、ありがとうね。明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、あ、ワンガンボーイさん、ありがとう。ワンガンさん、6位です、いつもありがとうございます。5位、なのはさん、ありがとう。すごいたくさんいただいてた、ありがとうね。4位、エペチさん、ありがとう。エペチさん、4位です、今日もありがとうございます。3位、あぼん、カリタン、おー、ありがとう、カリタン。3位です、ありがとうね、たくさん。そして2位、ブラッチ、ありがとう。ブラッチに、ありがとうね、たくさん、今日もありがとうでした。そして今日の第1位、あぼん、ワンダーマークさん、よー、ありがとう。1位です、わーい、たくさんいただきありがとうございます。ということで3707盛り上げ、本日もたくさん盛り上げてくれてありがとうございます。パンダ、
毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとうございました。ということで今日はちょっと早めに行けましたが、一曲歌って終わりたいと思いますので、リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーいスタート。残酷な天使のテーゼ、ジョイント、すごいアゲアゲなの多いね。マリオネットアゲアゲやな。夜にかけるいいね。あ、チェリーいいよね。こう歌いたくなるよね、チェリー。青春フォトグラフか。フレンズ、涙サプライズ、夢先案内人、風になる、春泥棒、春か、リビング、蝶々結び、ラブラブラブ、ライオン、未来予想図2、シャララ、ロマンティックあげるよ。うん、いいね。明日もシャイニーデイズ、アイドル、アイドル、あ、コロッポいらっしゃい。あ、え、大長老、大長老ありがとう。3000回訪問なってやばすぎー、ありがとう。カロボすごいな、3000回訪問なってすごすぎるわ。君の知らない物語いいね。 M 大文字マサさんいらっしゃい。よし、姉ちゃん、ちょっと待ってね、何個あげるんだったっけな。オッケーオッケー、これでいいのか。じゃあ今日はみんなで歌えそうな曲にしよう。一緒に歌おう。少しだけ眠い
チェリーリクエストありがとうございました。お、ありがとうミラポー、ニガードメインシルファーさん、ありがとうございます。回ってる。ワンダーさん、ブラボー、ありがとう。ワンダーさん、ミラポーもありがとうございます。お、おぼぼ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 、キャンディーありがとう。あ、にじんもらったね。 ISM さん、レインボーありがとうございます。レインボー、まゆまゆさん、ローマ字よしさん、あ、おさぴーさん拍手ありがとう。 M のすけさん、ひでゆきさん、おがこさん、りゅう、トラガンバさん、ヨウちゃん、ヤワサハさん、モッチさん、ローマジヨタさん、ありがとう、ネコップ。それでは、今日もありがとうございました。また明日、そしてこの後ダウンロードしてね、恋人になる3日前のお話、12時から配信リリースです。おやすみー。5、4、3、2、1、おやすみー、バイバーイ。